お元気ですか、ボクシュミです。今回は BBM2023 大相撲カードの開封動画でございます。で、こちらはですね、令和4年の11月場所の方なんで、今のね番付表とは異なるところがありますが、ご了承ください。それではね、早速やっていきたいと思います。こちらは1パック6枚入りで、1ボックス20パック入りなので、前編後編10パックずつやっていきたいと思います。では、前編の10パック開けていきたいと思います。それではね、いきたいと思います。まずは前編の1パック目でございます。で、いぶし銀のこれ年の新関でございます。現在はね、引退されております。お疲れ様でした。御嶽海関でございます。明生関でございます。期待の若手ですね、これ。熱海富士関ですね。で、今場所ね、頑張っておりますけどね。で、豊昇龍関でございますね。大関に、なりましたね。で、2袋目でございます。阿武咲関でございます。金峰山関でございます。金峰山で失礼しました。佐田の海関でございます。で、いぶし銀のこれ妙義龍関でございます。で、高徳山関でございます。秀の海関でございます。3袋目でございます。で、高徳山関のね、これは失礼しました、霧馬山関のね、これスマイルカードでございます。現在はね、霧島関でございます。で、若隆景関でございます。妙義龍関でございます。これは緑富士関でございます。正代関でございます。炎鵬関でございます。4袋目でございます。熱海富士関でございます。水戸龍関でございます。で、貴健斗関でございます。大奄美関でございます。宝富士関でございます。平戸海関でございます。6袋目でございます。年の新関でございます。これ寿司マナダ関でございます。寿司マナダ関でございます。と噛んでしまいました、失礼しました。琴恵光関でございます。豊山関でございます。若元春関でございます。で、逸ノ城関でございます。現在はね、引退されております。あとね、5袋でございます。6袋目でございます。失礼しました、6袋目ですね。ちょっとね、間違ってしまいました、失礼いたしました。改めてね、では6袋目やっていきたいと思います。貴景勝関でございます。新十両ですね、湘南の海関でございます。現在はね、幕内力士でございます。
これは北青鵬関でございます。これ札幌出身のね力士でございます。若手のね期待でございます。東白龍関でございます。阿炎関でございます。優勝経験もございます。で、いぶし銀のこれは沖ノ海関のねカードでございます。七袋目でございます。錦木関でございます。隆の勝関でございます。千代の国関でございます。現在はね引退されて親方でございます。一山本関でございます。北海道出身でございます。チュラの海関でございます。で遠藤関でございます。8袋目でございます。大栄翔関でございます。琴ノ若関でございます。海将関でございます。千代丸関でございます。で横綱ですね照ノ富士関でございます。北の若関でございます。9袋目でございます。で武将山関でございます。ではスマイルカードですねこれね高安関でございます。で玉鷲関でございます。でスマイルカードのこれ、ね、横綱照ノ富士関でございます。で碧山関でございまして、塩昌磨関でございます。前編最後の10袋目でございます。島の海関でございます。照強関でございます。で王鵬関でございます。琴勝峰関でございます。これは島津海関でございます。で最後は若手の期待の若手で王鵬関でございます。祖父がですね、元横綱の、大鵬さんでございまして、父が元関脇の高藤力関でございます。以上で、BBM2023 大相撲カード全編10パック、ね、終わりたいと思います。で後編の方で後編の方も10パックやっていきたいと思います。次期サインカードもね、誰の力士が出るかは、お楽しみでございます。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。